続きです。あの前回までの簡単なあれを言うと、あの04っていうのは 400m 直線走るレースのゲームを始めて、早速あのインプレッサだと思う、あのインプレッサっていうそこそこ日本だったら速い車に乗った状態で、話が始まりました。いろいろパーツを買い漁ってですね、あのエンジンパーツ以外をそこそこ強化しまして、初日からで、なんか1ヶ月半以内にだったっけ、なんか最速を目指すんですって。だから第1日って書いてあるけど、今1日書いてありますけど、1ヶ月半だから45日目ぐらいまでに勝たなきゃいけないんでしょうね。まあ、そう考えると結構いい感じかな、調子としては。で、今夜 どこに行きますかっていう話なんですけど、まあ、林道でハートマークがついてると、峠で出るようにするんですって。まあ行ってみっか。うわぁ、こういうことか、ハートマークってこと。迷子でもないと。ドライバーと。こんな格好で04したら危なくないか。車を見せてもらっていいか。車がさ、本気っぽいですね。いっぱい車の中に布とか置いてあると。っていうね、あ、全然覚えてない場所だ。どうだったっけ。あー、すげえ。あれなんだ、クラッチ、アクセル踏み壊してクラッチ入りますね。え、すごい差じゃん。めちゃくちゃ簡単じゃないこれ。すげえ。04変えたら、あの04ってさっき前回パーツ変えたんですけど、ボンネットをカーボン製にしたんですよ。炭素製なんで黒くなるんですけど、なんだろうね、すごいね、色変わるんだね。ブレーキパーツが変えて、ブレーキいらなくねって直線のレースなんで思ったんですけど、確かにこの感じだったら峠のコーナーにぶつかって締めるねって思いました。大河原レイジっていうの、いやこれワンチャン狙ってますよね多分ね。はい、まあいいや。お、ということでバイトしないとお金貯まるじゃんっていう、このゲームなんかバイト地のがあるらしいんですけど、私はね当たりたくないんでなことをするわけもなく。そっか、峠だからあれか、そのガチのなんか車いじくってる人いないのか。もう一回行ってみていいのかな、これポチッと。あ、練習できるのこれ。普通なんかあのアクセル抜く、クラッチ踏む、なんちゅうの、アクセル抜く、クラッチ踏む、シフトチェンジ、クラッチつなげる、アクセル踏むっていう感じだけど、アクセル踏みっぱなしでクラッチガンガンって入れられますね。あのまるで本当のガチの04やってる人が乗るようなドグミッションとか、あんな感じしますよね。近いものがありますよね。はい、と思いました。って言ったら近くなっちゃうね。空港とか行ったりとか。あ、なるほど、敵がいたらハートマークが使うのかってことか。はい、すいませんでした。あ、もう一回やな。これかんぱ何回も失敗してたら間違えたな。スキップします。はい、チューニング画面、さっきレースで勝てたんでね、エアクリーナー買いますよ。あのより多くの空気をエンジンに供給できる、いっぱい息を吸うわけですね。マスクをして人間でいうところの鼻毛みたいなものが、まあ、車にはついてるわけで、それでゴミとかを吸わないようにするわけなんですけど、鼻毛をカットして、あとつけてるマスクみたいなものが、それを切り取ってより多くの空気が入るようにすると。ただその分ゴミとかも入りやすくなるから体調悪くするよねっていう、そういうパーツですね。はい、っていう適当な解説。あとインジェクターね、燃料噴射量を増やすっていう、はい、
こういう感じでこの買っていくと。でストリート行動でさ、レース対戦してさ、本当になんか金がもらえるんだから、まあ楽な世界ですよねと思ったりしますね。負けたらお金取られちゃうのかな。ブローフバルブっていうのはさ、いつも車アクセル見たらプシュッと落とすんですよ。だからブローフバルブついてんじゃねえって思うんだけど、うん、まあいいや。で今やってもあれやりたいんですよね、コンピューター交換とかね、うん、LSD はいらねえや。 LSD は簡単に言うと右のタイヤと左側のタイヤで回転数を同じにするっていうパーツですね。すごい適当だね。でここで、ね、結構間違ったことを言うと、もしかするとコメント欄で、まあ、それ違うぞっていうコメントをもらえるんじゃないかと思ったりしてるんですけど、まあそんな甘くはねえわな。スキップしてもらって、ひでえハートマーク2つもついてやがる。なんかね、さっきね、昨日レースしたお姉さんとね、なんかもう一回レースしたいって言ってるから、行きますよ。これ何？恋愛ゲーム的な要素もあるの？これ。GO04 ゲームみたいに。同じような04のゲームあるんですけど、そういうのあるんですね、なんかね。メカニックの女の子と恋愛関係をうまくこう、なんかあれしながら、車を早くしてくる。まあ、レインって勝ちましたよ。そうだよね、職任せだよね。車インプレッサですよね、スバルのね、多分知らんけど。リプレイ画像があるんですよ、見たらなんかね、お姉さんワゴンアルプーなんて乗ってたよ。いじめじゃん。レーシングラグーンだったらそうでもないんだろうけど、空港は何があるんだよ、ハートマークあるけど。あ、また女の子？やっぱそういうゲーム？長い、名前覚えられない。はい、でも釣り読んじゃう。そこの人に聞いた。有名な人だな、おい。主人公有名じゃん。さあ、スキップだ。また勝ったんだけど、このゲーム結構簡単だな。今日は何？ランサーエボリューション7ってやつだね。まあいい。ライブにしては遅くね。まあいいや。おお、ゴッド、アイムルーザー。前回しても中心はトライスジ。小池百合子みたいな、都知事みたいな人ですね。腕200ワット。なんだろうね。なんだろうね。なんていうんでしょうね。ブラッシュアップって言うんですかね。わかんないですけど。I'll be back だっけ。はい、まあよくね、もう帰ろうぜ今日。何、カジノができたって。カジノ、カジノはさ、やらんきゃダメだろ。もうね、カジノ大好きだから。え、まさかこんなところでできると思わなかった。マジか。ちょっとじゃあ車いじってちょっとカジノ行きますわ。でも多分次回かな、それは。車が増えたりすんのかな。別にそうでもないのか。さっきなんかランサーっぽい。パンサーってランサーかよ。パルサーだと思った。そういうことね。あ、そういうことね。さあ、まあいいや、車早くするか。何しようかな。クイックミッションなんだよね。クイックミッション欲しいね。なんかクラッチアクセル踏みっぱなしで何、車シュートアップするのなんかね、やっぱ嫌だわ。ボディはもういいや、タイヤももう軸だわ。足回りもやりたいことはもう大体やったわ。ということで、コンピューターで作りましょう。なんか高いし、車速くなるんじゃね。脳みそですからね。燃費重視の、コンピューターセットっていうのを市販車するわけで、それをね、レース用にこう、ゆっくり回すわけですよね。さあ、強化ミッションとか買ってもいいかな。ガンガン金かけていくか、車に。結構な高さ、荒いね。でね、育成はこういうハイフロータービンとか耐久タービンをつけてね、それに応じてインタークーラーなんかも作っていくという感じでしょうね。うわ、すげえな、エンジンもいっぱいあるぞ、おい。はい、エンジンは怖いから後回し。じゃあまた次回カジノ行きますわ。ちょっと今回はこんな感じで、はい、次回で行きます。さよなら。